ソニーから独立型ワイヤレスイヤホンが発表されました。ソニーショップ生は店長の片山です。発表されたばかりのこちらの商品、リンクバッツ S WF LS900N、 こちらの商品を一足早く紹介したいと思います。今年発売された大人気のね、リンクバッツシリーズの商品になります。この穴の開いた特殊なね、形のイヤホンがリンクバッツでした。リンクバッツ S はね、穴が開いておりません。オンイヤーのワイヤレスイヤホンになっております。なんでリンクバッツなのかっていうところをちょっとお話ししていこうと思います。世界最小最軽量のイヤホンです。ソニーから発売されている独立型完全ワイヤレスイヤホンの中でも非常に小さい方です。リンクバッツと名乗っていいぐらい外音取り込みの機能が自然に聞こえるんですよね。ブラック、ホワイト、エクリュー、本体カラーは3種類。お借りしたモデルはエクリューです。イヤーピースはハイブリッドイヤーピースで SS、S、M、LL 4種類です。早速耳につけていこうと思います。 WF1000XM3、 WF の 1000XM4 なんかに比べるとつけた感じ、おー、本当に本当につけやすいっていうかな、おー、本当に自然だわ。で、見てください、イヤホンのね、出っ張りがないと思います。今ノイキャンモードになってます。カタログスペック通り、やっぱりあの 1000XM3 と同等のノイキャン性能だなと感じました。 1000XM4 まででのノイキャン性能はやっぱりないかな。左耳のね、イヤホンタッチするとノイズキャンセリングモードと外音取り込みのモードが切り替わるんですけど、声で言ってくれないんですよね。ポロンとかポロロンとか、これ今外音取り込みモードになりました。相当前のモデルに比べると外音取り込みいいですよ。今ね、あの店の外にスズメとかがいるんですけど、その音までチュンチュン鳴ってるんですけど聞こえます。マイクで集音してドライバーから音が出てるっていう感じ、やっぱ少しはあります。充電の方は USB の C コネ。ノイズキャンセリングオンの場合は本体で6時間の動作をいたします。ケースの方に入れていただいて2回充電が可能です。ペアリングモードはケースについておりますんで、これを長押ししていただきましたらペアリングモードになります。Google ファストペアに対応しております。リンクバッツと同じですね。どっちかっていうと店長的にはこのイヤホン単体でペアリングモードできる方が好きです。 Bluetooth の 5.2 でつながります。太陽コーディックの方は SBC、AAC、LDAC、 Android のスマートフォン持っておられる方は必ず LDAC でつなげましょう。ハイレゾ相当の音が出てきます。イヤホンの形状は非常にちっちゃくて軽いです。常時スマートフォンにつないで使っていただく方に適している商品だと思います。ソニーの独立型ワイヤレスイヤホンもね、非常に種類が揃ってきました。どの独立型ワイヤレスイヤホン買ったらいいのかなと迷っておられる方にちょっと店長からのアドバイス。ソニーから発売されている独立型ワイヤレスイヤホン、フラグシップの独立型ワイヤレスイヤホン WF1000XM4 があります。ノイキャン性能は星6つ。ノイズキャンセリングの性能が最高です。ハイレゾ相当の音が出てきます。まあこの商品を買ってるとまず間違いない。以前のモデル WF の 1000XM3、 ノイキャン性能は星5つ、ハイレゾ相当の音が出てきます。音質はいいんですけど、やっぱりイヤホン自体が大きいのがね、やっぱりここはちょっとデメリットになるかなと思います。で、今年発売になりましたリンクバッツ、ノイズキャンセリング機能はついていません。
ハイレゾ相当でもありません。だけど外の音が自然に聞こえるっていうのが最大のメリットになります。音にちょっとこだわりたいんだよっていう方には WF-XB700 があります。ノイズキャンセリング機能はついていません。ハイレゾ相当でもありません。だけど重低音が鳴るイヤホンです。イヤホン自体の形状がやっぱりちょっと大きくなりますんで、やっぱりここはちょっとデメリットになるかなと思います。 WF の C500 ノイズキャンセリング機能はついていません。ハイレゾ相当でもありません。ですけどソニーとして一番お求めやすい独立型ワイヤレスイヤホンになります。で、今回のリンクバッツ S、 ノイキャン性能は星5つ、ハイレゾ相当の音が出てきます。外音取り込みモードが非常に優れている商品です。イヤホン本体の形状は軽くてちっちゃい、長時間使われる方なんかにもおすすめです。特徴がいろいろあるイヤホンの中から選んでいただくことができます。ワイヤレスイヤホンといったらソニーのイヤホンをぜひ選んでください。うわ、この商品いいなと思っていただいた方、この動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんで、そちらから購入の方よろしくお願いいたします。当店の実績になりますんで、私すっごい嬉しいです。よろしくお願いいたします。リンク先から購入していただいた方は当店の方にご連絡ください。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたら店頭で店長の片山にお尋ねになってください。日々ね、皆さんにお答えできるように勉強しております。今日は以上です。バイバーイ。発売日になりましたらこちらの商品店頭展示予定あります。実物を ね、見てみたいなと思われた方、発売日になりましたら当店に遊びに来てくださいね。お待ちしております。